皆さんこんにちは。今回は2023年4月から7月にかけて開業する予定のマリオット系列ホテル6000をご紹介したいと思いますので、ご興味のある方は最後までご覧いただけると嬉しいです。このチャンネルではホテルや旅をお得に楽しむをテーマに発信しております。ご興味のある方はチャンネル登録と、応援してあげてもいいよという方はグッドボタンを押していただけると嬉しいです。では本題に参ります。2023年4月から7月にかけて日本国内で開業予定のマリオット系列ホテルは、これからご紹介する6つのホテルとなっております。ご紹介するホテルは開業日順となっております。1つ目のホテルは4月4日にすでに開業しております、ブルガリホテル東京です。東京駅直結の東京ミッドタウン八重洲の40階から45階に位置しており、客室は全98室となっております。このホテルは最低宿泊代金が1泊1室素泊まりで25万円からという、国内でもトップレベルの超高級ホテルとなっており、最上級スイートであるブルガリスイートは400平米を超えており、都内最大級の広さを誇っております。館内施設としては複数のレストラン、バー、ラウンジの他に、40階にはブルガリスパという9室のトリートメントルームに加え、都心のパノラマビューを楽しむことができる25メートルの屋内プールを備えており、ブルガリスパだけで1000平米の広さを誇っているそうです。5月の土曜日にスーペリアルームに2名で宿泊した場合の宿泊代金は素泊まりで34万1950円となっており、朝食付きの場合は35万4600円からとなっているため、朝食をつけた場合の差額は1万2650円なので、朝食の代金は1人6325円相当ということになります。宿泊代金が高額なので簡単には泊まれませんが、特別な記念日などに宿泊できれば最高の思い出となる素晴らしい時間が過ごせそうなホテルなのではないでしょうか。2つ目の開業予定ホテルはフェアフィールドバイマリオット岡山津山です。開業予定日は2023年4月11日で、岡山県津山市の国道181号線沿いにある道の駅久米の里に隣接して建てられる予定です。ホテルへのアクセスは中国自動車道院の庄インターチェンジより約3キロ、車で約5分の距離となっており、電車の場合は JR 紀新線美作仙台駅より徒歩20分となっております。客室は全78室で、客室の広さは平均25平米となる予定で、一泊の宿泊代金は1万5000ほどに設定されるそうです。この道の駅には地元の方が制作した7メートルのガンダム型の巨大模型が飾られていたり、津山名物のご当地グルメ津山ホルモンうどんが食べられたり、ホテルと道の駅が一体となって楽しめる施設となっているそうです。またホテルの近隣にローソンもあるので、ホテルにレストランがなくても十分にホテルステイを楽しめると思います。3つ目の開業予定ホテルはフェアフィールドバイマリオット鹿児島垂水桜島です。開業予定日は2023年4月12日で、ホテルは錦江湾に面しており、近隣には道の駅垂水浜平があり、新鮮な海鮮を食べることのできるレストランや子供向けの遊具などがありますし、隣接するマリンパーク垂水では桜島をバックに錦江湾で人気のスタンドアップパドルボート、通称サップやバナナボートなどのマリンスポーツを楽しむことができるため、ホテル周辺だけでも1日楽しめる立地となっております。ホテルへのアクセスは鹿児島空港から車で約70分の距離となっております。客室は全95室で、客室の広さは平均25平米となる予定で、一泊の宿泊代金は1万5000円ほどに設定されるそうです。4つ目の開業予定ホテルは同じく鹿児島県のシェラトン鹿児島です。開業予定日は2023年5月16日で、鹿児島市高麗町の複合施設きらめきテラス内に位置しており、 JR 鹿児島中央駅や
鹿児島港などにもアクセスしやすい立地となっており、地上19階建てのホテルの客室は全228室で、そのうち10室がスイートルームとなるそうです。なお客室名に桜島が入っている部屋からは桜島の景観を楽しむことができるそうです。またこのホテルの特徴としては、宿泊者であれば誰でも利用できる足湯と大浴場があり、鹿児島ならではの良質な温泉に浸かることができるのは大変嬉しいポイントなのではないでしょうか。その他の館内施設としては、約610平米に及ぶ多目的設備、宴会場、会議室、さらに屋外で挙式ができるガーデンチャペルやフィットネスジム、スパを併設しております。宿泊代金は2名1室で利用した場合、平日宿泊だと3万3000円前後で、週末に宿泊する場合は4万6000円前後の宿泊代金となっております。またマリオットのポイント宿泊の場合は2万7000ポイントから3万5000ポイントで宿泊できるそうです。5つ目の開業予定ホテルはザ・リッツカールトン福岡です。開業予定日は2023年6月21日で、福岡市の再開発エリア天神ビッグバンに建設された福岡大名ガーデンシティ内に入居します。ホテルまでのアクセスは JR 博多駅からは車で15分、地下鉄空港線天神駅から徒歩3分、福岡空港からは車で20分の距離となります。高さ111メートル、地上25階建ての建物1階にホテルエントランスとアライバルロビー、3階にウェディングチャペル及び宴会場、18階にホテルのロビーを構え、同じく18階にはレストランの他に軽食やカクテルが楽しめるザ・ロビーラウンジ&バー、アフタヌーンティーが楽しめるカフェなどダイニングエリアとなっております。19階から23階には全167室の客室があり、すべての部屋が50平米以上の広さとなっており、そのうちの20室がスイートルームとなっております。また24階にはクラブラウンジ、スパ、ジム、プールに加え、博多湾の夜景を見渡すことのできるバーも完備されるそうです。宿泊代金はまだ予約ができないため、はっきりとした情報はありませんが、同じリッツカールトンの大阪や沖縄が2名1室の一番安い時期でも6万円から7万円しますので、このリッツカールトン福岡は最低でも6万円以上になるのではないでしょうか。最後にご紹介します6つ目の開業予定ホテルはティアドオートグラフコレクションです。開業予定日は2023年7月1日で、愛知県名古屋市栄区5丁目に建てられる地上14階建てのホテルです。ホテルまでのアクセスは名古屋駅からは地下鉄で15分、最寄りの地下鉄名城線矢場町駅から徒歩1分の距離で、中部国際空港からはタクシーで約45分の距離となっております。客室は全150室で、全ての部屋が50平米以上という見取りのある客室となっております。そのうちスイートルームは13室あり、一番広い部屋は115平米という贅沢なお部屋が設けられるそうです。館内施設としてはレストラン、バー、ラウンジなどの飲食施設の他に120名収容可能なチャペルも設けられているので、結婚式でも重宝しそうなホテルとなっておりますし、宿泊者が使用できるインドアプールやフィットネスジムなども充実しております。ちなみにティアドとはトモローイズアナザーデイ、ゲストの明日が変わるホテルという意味の頭文字から名付けられており、客室名もユーフォリアデラックス、ユーフォリアプレミア、ユーフォリアスイートと名付けられております。ユーフォリアとはハピネスを超える幸せを意味しており、ユーフォリアプレミアにはバルコニー付きの客室もあり、開放的で贅沢な時間を過ごすことができそうです。公式サイトで宿泊代金を調べたところ、7月の土曜日に大人2名で51平米のユーフォリアデラックスツインの部屋に素泊まりで宿泊した場合、9万6300円となっており、同じ日に96平米のスイートルームに宿泊する場合は素泊まりで33万4200円となっております。以上が2023年4月から7月にかけて開業するマリオット系列ホテルとなりますが、いかがでしたでしょうか。東京から鹿児島まで超高級ホテルからセレクトホテルまで、
約4ヶ月間の間に様々なホテルが開業することが分かりましたので、これから開業するホテルが非常に楽しみですね。今回は2023年4月から7月にかけて開業するマリオット系列ホテルについて解説いたしましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が少しでも良かったと思われましたら、高評価ボタンを押していただけると今後の動画作成の励みとなりますので、よろしくお願いいたします。今後もホテルや旅行をお得に楽しむ情報をお届けしていきますので、応援してもいいよという方はチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。